暮れる日が暮れる今来たこの道帰りゃんす帰りゃんす この道帰りゃんす帰りゃんす今の東京今の日本は世界で見ると最も食文化が乱熟した世界一美食が食べられる国といっても間違いないかもしれません。ミシュランの星がついている場所を世界中で探すと日本がやはり一番たくさんの星をもらっている場所になっています。こういうことからも日本人の食に対する好みのレベルの高さそして多様性というのはとても特殊なものということができるでしょう。なぜこれほど日本人は食文化というものにこだわりまたそれがたくさんの人々によって支持されたくさんのレストランが繁盛しているのかこの理由を考えてみるのは一つ意味があるかもしれません。ところで日本人の器用さ真面目努力型そして工夫をする独創性があるこれらの力は江戸時代は果たしてどうだったのでしょうか。実は江戸時代においても非常に食文化が大きく花開いた時代ということができます。でこれらの食文化の豊かさを恩恵をこむっていたのはどこの人というとやはり大都市に暮らす江戸っ子だったわけですね。地方の農村や山村漁村では、新鮮な素材があまりないそしてそれを楽しむことができないということで、高度な料理文化に欲するのは江戸時代後期の人たちであったわけですね。特には江戸時代後期になりますと大金持ちの大店と呼ばれるような商人が非常に増えてきました。でこの人たちが文化をリードしていた一番のリーダーシップを持っていた人たちだったわけですね。お金に糸目をつけずに食道楽を楽しむでこうした流れが江戸時代後期には非常に大きく花開きました。そのために、お金を出してくれる人がいるということのサポートによって食文化は大きく広がっていったわけです。で、大都市の中でも江戸、京都、大阪の3都市が一番食文化が、花を開かせた場所ですけれどもそれらの中では大阪料理、京都料理、江戸っ子料理ということでそれぞれの料理の仕方や味付けにも工夫があり、個性がありました。そして、江戸は、京都、大阪から、醤油やお酒そうしたものを取り入れながらやがては江戸にふさわしい醤油なども自分たちで工夫して作っていくことになりそうしたものから大きな文化が発展したということになります。江戸では特に男性が多かったということもありますね。大体女性と男性の比率が7対3ぐらいというふうにも言われています。したがって外食する人が非常に多くその外食の中ではやはり口コミで美味しいものを食べた人はあそこがうまいここがうまいということで、食文化そのものが口コミによって広がり、美味しいところほど流行るということになっていったわけですね。それは今日の食文化と非常に共通点があります。今でも、最初は、鳴り物入りで、新しいお店が開くと一度は行ってみるけれども値段の割に美味しくなければもう3年も経つとそこは閑古鳥になって4年目には店が閉じるということになってしまうケースもありますが美味しくてほどほどの値段もしくは美味しくて、値段以上に、素晴らしいと思うとそこは大繁盛します。いくら不況があったとしても行列ができる店舗が非常に多いのはそういう理由ですね。
そして料理本というのも江戸時代に非常に流行っていたというのもまたびっくりするような話ですね。料理というものが平和な時代になると食談義を楽しむ、男の人たちがですね、お茶を飲みながら、いろんな話をするわけですけれども、料理の素材やそのお店の名前、それからその知識ですね、そういうものをお互いに出し合って食談義を楽しむというようなコミュニティが、かなりあったという話が伝わっています。でそれにはやはりその料理本というものが一つの役割を果たしていたんですね。で、料理屋さんも江戸後期になると非常に高級化していって、独特の高級料理店が出現するようになると、奥座敷、それから中庭、それから料理を出す時の器というようなものにも非常に工夫がなされて、その時代独特の、お金を払ってどこでそれを楽しむかということになりますと、料理そのものが美味しいだけでなく、それを出す人たちの、お給仕する人の美しさだとか、中庭だとか、料理を入れる器だとかですね、あらゆるものに、趣向を凝らすということが、行われるようになったわけですね。先日お話ししたうなぎもそうですが、初ガツオというのが、大体1万円以上するという、1万円から10万円、時には100万円ぐらいの値段がついても人々はそれを買って食べようとするというような流れがあったということが伝わっています。そういう意味では、大変な食道楽、今日以上にすごいんだなということが分かってきます。今ではワインに100万円を出すという人は、結構いるようですが、それに対して初ガツオに10万円、100万円をかけて食べるというのは、ある種の、贅沢を尽くすということによる、一種のコンペ、つまりあの人が100万出すなら自分はもっと出すぞというふうな一種の競争と遊びですね、そういうふうなことにつながるんじゃないかと思います。で、その流れの中では江戸時代、大食い競争なども随分流行ったという話が伝わっています。で、それからですね、江戸時代の人たちは大変好奇心が旺盛だったんで、ポルトガル料理、オランダ料理が伝わると、それらが南蛮料理として、なんと東京、いわゆる江戸にまで、それが伝わっていった。そして、禅宗の料理では大漠さんの、大漠さん料理というものも普茶料理という名前で広がっていたというふうに言われています。これは普茶料理というのは、魚だとかお肉をですね、大豆タンパクで作って大きな、魚一匹料理を見立てということで見せながら楽しんで食べるということなんですが、これも実はしっぽくの普茶料理ですが、江戸にまで広がっていって、それぞれの料理を楽しみながら、みんな、喜んで食べたというような、ことが伝わっています。そしてその食文化は時々あまりにも過敏に走るということで、店舗の改革とかですね、三大改革というのがあるんですけれども、倹約令を出してそれを取り締まる時代もあったらしいですが、それでもその間もですね、人間の食に対する豊かな欲求というのは、押しとどめることができなかったというふうな流れになっています。でヨーロッパと日本を比べると、この贅を尽くした食事を楽しむというのは宮廷を中心にしたごく一部の貴族の楽しみだったんですね。それに対して、日本の場合は何ということ、武士は、食わねど高用事、つまり武士階級はすごく質素で、もらっている給料も非常にわずかだったので、食べているふりはするけど実際のところはそれほどたくさん食べられなかったという流れがあります。で位で言うと商人よりもはるかに上なのですけれども、その食事は極めて質素、
それに対して、江戸っ子、つまり、宵越しの金を持たない、その日稼いだものは全部使い切るぞっていう、威勢の良さですね。それと大金持ちの大店の商人たちが食文化をリードするということで、ヨーロッパの貴族階級の作り出してきた食文化と日本の場合が全く違っているということにおいて、一つの特色があったのだなっていうふうに考えることができます。で、今日の日本でも、料理の文化というのは非常に豊かですが、決してお金持ちの独占ではない、というところが面白いですね。大衆に支えられた料理があらゆる場所で楽しめる、これが今の日本であるということを考えると、江戸時代から脈々と流れている食に対するこだわりが日本人の遺伝子の中に色濃く残っているんだというふうに考えられます。お空に夕べの星が出る、星が出る、今来たこの道帰りゃんす、帰りゃんす。